今から152年前に遡りましょう。アメリカ合衆国メイン州に生まれたホーレス・ウィルソンが日本に来日しました。明治初期、政府が欧米の学問や技術を取り入れるため雇った親と外国人として第一番中学、現在の東京大学で教師になったウィルソンは生徒にベースボールを伝え、その後全国的に広まっていきます。1915年に全国中等学校優勝野球大会、現在の夏の甲子園大会が始まり、1931年にはメジャーリーグ選抜軍を日本に招待。興行は成功を収め、野球人気が高まる一方、文部省が学生野球の商業化、工業化、選手のマネキン化を指摘し、学生野球の選手とプロ野球選手の試合が許可制になってしまいます。これを受けた市岡忠雄、浅沼義雄、三宅大輔、鈴木宗太郎の4人は対策として職業野球チームを結成。アメリカとの交渉にあたっていた鈴木宗太郎は、アメリカ野球の顔であるベーブ・ルースにルース本人の似顔絵が対処されたポスターを見せ説得したところ、そのポスターを大いに気に入り、1934年に再びメジャーリーグ選抜チームが来日し、全日本代表チームと親善試合を行うことに成功。そして1934年12月26日、全日本代表チームの選手を中心とした選手で大日本東京野球クラブが創立されました。今でいう読売ジャイアンツが誕生した。1935年、アメリカ遠征のため大日本東京野球クラブは静岡県の草薙球場で練習を重ねる。1934年11月に開催された日米野球大会で沢村栄治がベーブ・ルースを三振に仕留め、沢村が1失点完投した歴史ある球場。2月14日、大日本東京野球クラブはアメリカ遠征のため秩父丸で横浜を出港。サンフランシスコを拠点に置くサンフランシスコシールズと対戦する。対戦相手監督のレフティー・オドールは、大日本東京野球クラブは分かりにくい、チーム名を東京ジャイアンツに変えるよう打診し、遠征中はその呼び名が使われることになった。アメリカのマイナーリーグ、カナダやメキシコ、ハワイへも訪れ、対戦成績は75勝33敗1分けの好成績を残す。この戦績は日本でも連日報道され、日本全国でプロ野球球団の発足が活発化されるようになった。帰国後、読売新聞社社長の正力松太郎は球団名を東京巨人軍へ改称。人口が多い東京都を中心に愛知県、大阪府へ展開していき、東京巨人軍、東京セネタース、大東京軍、大阪タイガース、名古屋軍、名古屋金庫軍、阪急軍の7球団により日本職業野球連盟が創立。本格的なプロ野球のリーグ戦がスタートした。黎明期のプロ野球は球団も少なく、選手自体も少なかった。1リーグ制で始まり、現在のようなフルシーズンではなく春季、夏季、秋季。1937年からは春季大会と秋季大会で分かれ、春と秋の2シーズン制で行われた。東京巨人軍は2回目のアメリカ遠征に出発。前年に続きマイナーリーグのチームを相手に42勝33敗1分けとまたも勝ち越し、アメリカ遠征のため東京巨人軍は夏季大会から参加。秋季大会では沢村栄治が対大阪タイガース戦でプロ野球史上初のノーヒットノーランを達成。チームも公式戦初優勝球団に輝いた。1937年、当時まだ20歳の沢村栄治が巨人の初代エース、プロ野球の初代エースとして君臨する。沢村は戦前とは思えない綺麗なフォームから推定160キロ出ていたとされるストレートを投げ、変化量がとても大きく三段ドロップとまで呼ばれたドロップ、今でいう縦のカーブを巧みに操り、伝説的な活躍を見せる。年間通じて384回を投げ、打たれた本塁打は3本。春季は先発した試合は全て完投。史上初の投手5冠に輝き、初代最高殊勲選手、現在の最優秀選手に選ばれた。
同年9月には実質的な本拠地球場後楽園球場が開場。巨人だけでなくプロ野球の中心地として発展していった。戦時中グランドにはトウモロコシやジャガイモが栽培された。プロとして順調なスタートを切った沢村だが、翌1938年、日中戦争の戦果が長期化しますます拡大の一途をたどる中、講師合格の現役兵として入隊。中国戦線ではその肩の強さを借り出され、重い手榴弾を多投させられた。銃弾が左手を貫通する重傷を負い、結局この年は野球ボールを持つことすらできなかった。1939年より年間通じてのリーグ戦に移行、沢村は生命線である右肩を痛め、快速球は見る影もなくなった。1940年には3度目のノーヒットノーランを達成するが、1943年シーズン終了後に解雇通告を受ける。沢村が兵役でいない間、東京巨人のエースとして引っ張ったのがビクトル・スタルヒンだった。1916年に生まれて間もなく、ロマノフ王朝がレーニンを中心とする社会主義勢力によって打倒され、ソ連が誕生するロシア革命が起こる。父親がロマノフ王朝に仕える将校であったため、一家は革命軍から迫害を受け日本に亡命。日本国籍は得られず、祖国も滅びていたため無国籍者になってしまう。当時は外国人が珍しかったこともあり、いじめに遭うこともあったが、小学5年生の時には身長が180センチに到達。その体格を生かし、中学では野球部に入る。その後、1936年に東京巨人軍に入団。沢村が入営後、スタルヒンは球史に名を残す活躍を見せる。シーズンではプロ野球記録の42勝を記録。チーム勝利数の6割以上がスタルヒンが挙げた勝利であった。同年にはプロ野球史上初の通算100勝を達成。沢村の後を継いで巨人のエース、プロ野球のエースとなった。しかし、日本が支配する満州国とソ連が衛星国にしていたモンゴルの間の国境線をめぐるノモンハン事件が起こり、スタルヒンは軍部からスパイの容疑を受ける。同年、ドイツがポーランドに攻め入ったのをきっかけに、ヨーロッパで第二次世界大戦が始まる。ドイツは日本、イタリアと同盟を結び、ヨーロッパの国々を次々に支配していき、さらにはソ連にも侵攻。戦中は英語が使えなくなり、スタルヒンは自身の名前を須田博に改名。日本がフランス領、インドシナの南部にまで軍を進めると、アメリカは日本に石油と鉄の輸出を禁止させた。石油の8割をアメリカに頼っていた日本は、資源の豊富な東南アジアを狙い、同時にアメリカの真珠湾に奇襲攻撃を行ったことにより太平洋戦争が勃発。今まで中立的立場を保っていたアメリカが連合国側で参戦。太平洋の島々を次々に攻略して、日本に迫ろうとする米軍とそれを迎え撃つ日本軍がフィリピンで激突。この戦争に参加していた沢村はこのフィリピンの戦いで命を落とす。27歳だった。一方のスタルヒンは通算200勝に王手をかけたところで、国籍を理由に出場ができなくなり、適正外国人とみなされ、軽井沢に軟禁されてしまう。黎明期に伝説的な活躍をした沢村とスタルヒンだが、その栄光の裏には壮絶な覚悟があった。スタルヒンがまだ中学3年生の頃、読売は甲子園を目指すスタルヒンに対し、父の犯罪歴を盾に日本国籍のないスタルヒン一家を恫喝。断れば家族全員国外通報の可能性をほのめかされた。こうした背景からスタルヒンは中学を中退し、東京巨人軍に入団。プロ通算300勝の偉業を成し遂げ、引退後はテレビにも顔を出すようになったスタルヒンだが、引退から2年後、自家用車で中学の同窓会に向かう途中に交通事故を起こし亡くなっている。一方の沢村も似たような入団経緯がある。慶応義塾大学へ進学を目指す沢村に、読売新聞社の正力は一生面倒を見ると説得。父親の賢治は野球を職業とすることの不安から入団には否定的であったものの、正力の熱意にほだされる。しかし最後は戦争から守ろうともせず、
解雇を言い渡した。後年に検事は、英治は中学校を中退だから、もし卒業していたら、慶大に行っていたら、こんなに何度も召集が来なかった。すべては私のせいですと追悼している。沢村の死去から2年後、沢村が背負った背番号14を永久欠番に指定し、シーズンで最も活躍した投手に贈られる沢村英治賞を創立した。勝力は読売ジャイアンツに対して優位君で、巨人軍は常に紳士たれという言葉を残している。戦争が激化し、学生野球は中止、プロ野球も一時休止する事態に至った。1945年、アメリカは広島と長崎に原爆を落とした。8月15日、昭和天皇はラジオを通じて戦争に負けたことを国民に知らせた。戦前は12シーズンで8度の優勝を果たした。投手陣は沢村やスタルヒン、1943年に防御率 0.73 を記録した藤本秀雄、野手陣は NPP 史上初の三冠王中島春康と投打ともに最強のメンツが一時代を築いた。戦後から3ヶ月後、一時休止していた日本野球連盟が復活。戦前はほとんどなかったプロ野球のラジオ中継も GHQ からの指示で NHK がプロ野球を用いるようになり、一大娯楽産業として大きく成長。1947年に開催されたオールスターゲームの前身である職業野球東西対抗戦の様子。戦後、人々が娯楽に飢えていた時代背景もあり、試合中には観客席をめぐる事故が発生。2日目、ついに見物席は上から押されてグラウンドにはみ出し、怪我人を出しに至りました。さて、試合は一時中止となりましたが、再び続行。西軍のライト塚本、そのためファールを取り損なう始末です。対4で2回戦は西軍の勝ちとなりました。戦後の東京巨人軍は優勝に手が届かない情勢が続く。球団が8球団になり、選手人口も増え、優勝争いは激化。この年から読売新聞社が経営するようになり、球団名を東京読売巨人軍、ニックネームを読売ジャイアンツとした。1948年は南海ホークスに次ぐ2位。翌年、南海のエース別所武彦が巨人に移籍したことで形勢が逆転。戦後初優勝に輝いた巨人だが、監督の三原治が対戦相手チームの選手を殴打したり、終戦後シベリア抑留から帰国した水原茂の起用法をめぐって、三原監督は優勝した年にもかかわらず同年限りで監督を退任。選手からの要求で水原茂が監督に就任した。1950年代に入るとリーグは2リーグ制に移行。巨人はセリーグに所属することになり、各リーグ優勝球団で日本一を決める日本シリーズが始まるようになった。水原を監督に添えてから巨人は黄金期に突入する。打の主力に川上哲治、千葉茂、青田昇を置き、打撃を中心とした野球が形成。ワンボールとなりまして、川上バッターボックス、ピッチャー第4球目の構えであります。トレードマークの赤バットで活躍し人気を博し、打撃の神様と称された川上。1951年、424打席に立ち、三振6という驚異的な数字を記録する。この年の打率は3割7分7厘。1986年、ランディ・バースが3割8分9厘を記録するまでセ・リーグ記録であり続けた。1955年には34敬遠を記録し、1956年にはプロ野球史上初の2000本安打を達成。プロ2年目に首位打者、プロ16年目に首位打者と長きにわたり名選手であり続けた。あまり知られていないが、同期入団には内海哲也の祖父、内海勲がいた。1951年、ハワイから来た日系2世、与那嶺要の活躍もあり、セリーグ初代日本一を飾った。
その後も日本一3連覇を達成するなど、名実ともにプロ野球黎明期の最強球団として名を馳せた。しかし、そんな一時代を築いた選手たちにも衰えが見え始め、球団は世代交代の準備を始めていった。プロ野球よりも大学野球が人気だった時代、入団後間もなく野球界の最強打者として君臨し、後にミスタープロ野球とまで称される伝説的なプレイヤーがいた。彼の活躍によりプロ野球は人気の底上げに成功する。